倉持大輝です。よろしくお願いします。いや本当にありがたいことにもう5回ですかね。羊、錬金術師、バード刑事、うつせみ、今回で5回出演させていただいて本当に感謝します。まあ嬉しいっちゃ嬉しいですね。やっぱり、まあ、今回どっちかっていうとその裏方がメインかなっていうふうに感じていて、一応アンサンブルでも役はいただいているので、そっちの方もしっかりと頑張っていきたいと思います。あー、いや本当に面白い発想をする団体だなって思ってまして、そのまあ例えばなんですけど、そのバード刑事という舞台に出させていただいた時は、こう照明があるにもかかわらず、こう天井に布をつって、うわすごいなーって本当にワクワクするようなその面白い舞台セットで、他にもそのうつせみ、前回の舞台だったんですけど、うつせみという舞台ではこうポールが動、なんて言えばいいですかね、こうポールが4本あって、この電話ボックスみたいな形になって、でそれが動かせたんですね。でまたこれもいろんなものにこうシーンごとにいろんなものにこう変わっていって、やっぱ本当独特な発想がある面白い団体だなと思います。寺本さんらしさがやっぱ詰まった作品だなって思いまして、その言葉遊びであったり、メタファーであったり、その、まあ、比喩であったりと、そういうのが本当詰まった作品だなと思ってまして、読んでるだけで面白いような作品になってるなっていうふうに思いますね。頭の回転が速くて、いろんな知識を蓄えられていて、まあ、こういう面白い本を書ける発想力も持っていて、本当にすごい方だなって思います。何気ない雑談の中でもやっぱりその周りがそのポカンとするような話題が出ても、やっぱ寺本さんだけは、いやみんな分かんないだろうけど、みたいな、みんな分かんないけど俺は知ってるみたいな、そういう時もあって、すっごいどこでそういう知識を得てきたのかなと本当に知りたくなるぐらいで、本当に1回でいいんで、その頭の中を覗いてみたいなって、そう、どういう考え方をしたらこういう作品、面白い作品が書けるのかなとか、そういったものを見てみたいですね。めっちゃ大変ですね。そのやっぱ寺本さん大学やらせていただく上で、そのやっぱ寺本さんに近づけていける、寺本さんらしくやろうと意識はしているんですけれども、また自分がもっと寺本さんを観察して寺本さんに近づけていけるように大学頑張りたいと思います。今回の寺本さんの役っていうのが、その本当場をかき乱す役といいますか、ちょっと道化な感じな役なの で、そういった演技を僕自身やってきたことがなかったので、そういったことを探りながらそのやっていくっていうのがちょっと今大変だったりもするんですけど、やっぱ面白くもあって、とっても楽しいです。そうですね、今回そう黒子としてはそのしっかりとその舞台の進行を理解して皆さんのサポートをできていければなっていうふうに黒子の方は思ってますね。そうですね、やっぱその座組の雰囲気がすごくいいので、その、まあ、代役で本番はいないんですけど、それでもやっぱなんていうんですかね、面白いですね。茶子さんと大山さんは舞台で一緒に共演させていただいたことがあるんですけど、マリナさんとキイチ君はまだ今回が初めてで、やっぱキイチ君とかそのマリナさんと一緒にお芝居するのがやっぱ結構楽しくもありますし、茶子さんや大山さんと一緒にやってる時もやっぱ楽しいですね。マリナさんはそのお会いする前からその人づてになんですけど、こういう人だよっていうのは聞いていて、もうその聞いているだけでその面白い方だなっていうふうに感じていて、で実際その代役ですけどお芝居一緒にさせていただいて、掛け合いのシーンとかでもやっぱりすごくやりやすい部分もありますし、ですけどその時々その垣間見える話に聞いていた面白い部分っていうのが見えたりして、本当に個性的な方だなって思います。
山さんはもうその兄貴みたいな感じです。兄貴、本当にそのやっぱお芝居の先輩でもありますし、そのバード刑事で初めて共演させていただいたんですけど、その時も結構動きがなんていうんですか、激しいような舞台でして、やっぱその中でもやっぱすごくメリハリがしっかりされていて、かっこいいなと思った部分ちょっと家に持ち帰ってその練習な真似してみたりするんですけど、真似できなくてその押し込んだりしてましたけど、したこともあったなっていうふうに、本当僕の笑いのツボなんですよ。ちゃこさんはものすごく本当に心が明るくなると言いますか、本当元気をもらえるんですよ。ちゃこさんと一緒にいて喋ったりするだけで、そんな本当素敵な方です。キイチ君はですね、その同い年なんですよ。同い年でまだそんなにその喋ったこともなくて初対面なんですけど、なんて言うんですかね、あの本当長年友達をやってきたような感覚にさせてくれる人で、そのキイチ君の人柄の良さとか喋りやすい雰囲気っていうのもあると思うんですけど、本当に居心地がいいんですよね、キイチ君と一緒にいると。なんで本当そういう不思議な感覚にさせてくれる方で、あんまりその神話系とかを知らない方っていうのにもその興味を持つきっかけになるような作品になってると思うので、ぜひ見に来ていただきたいです。ファーベルとルーデンスツアー2021舞台五感、東京、大阪、愛知、3都市回ります。ぜひ見に来てください。